はい、どうも、あやかと、ひろで、キムチャンズです。どうもいつもご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。Welcome to our channel. Yes! かかすクリニック。な、誰も反応してくれへんかったから、もうやめよう。何何はい、ということで、今回はね、コメントピックアップ会でーす。ひろさんが、今日は、やっと参加できる日なので。あ、そうですね。いやー、嬉しいね。嬉しいね。みんなこんなにコメントくれて、あの詳しいことをね教えてくださって、あと嬉しかったのは2点あって、こんだけコメント皆さん書いてくださると私たちが勉強になるのはもちろんなんですけど、はい、新しくベビーメタを見てる方もいるみたいで、やっぱり今の時代でもね。なるほど、うん、でその新しい方が僕も勉強させてもらってますとか、あとはこのチャンネルは今まで結構ダンスグループを取り上げてきた回数が多いんですけど、はいはい、その界隈の方がベビーメタ見始めましたと。あ、はいはい、なるほど。はい、あのコメントがあって、私は嬉しかったかな。嬉しいですね、はい、やっぱいろんな音楽を聴くっていうのは大事だし、私たちも実際ちゃんと聴いたことがなかったわけですから、はいはいはい、やっぱり衝撃があるやん、知らん界隈の音楽を聴くっていうのはね。なのですごくコメントをくださることによって、うん、知識が広がって、また自分のそれが肥やしになってっていうのは嬉しい話やなっていうね。なるほど、うん、いい話ですね。いい話、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます、はい、でですね、はい、今日はせっかくヒロさんがいてくれるので、はあ、前回見たソニスフィアの奇跡あるでしょ。あ、はいはいはい、はい、ライブアットソニスフィア、2014 UK の動画ね、うんうん、これまあ見て何も知らんと見たわけ、私たちは。ソニスフィアの奇跡が何かを分からず見たから、うん、あの多分分かってないまま初見リアクションを終えてると思うんですよ、はい、うん、なので2人してちょっとだけね、あの皆さんのコメントを見て深掘りできたらいいなという回ですね。いや、ありがたいですね。ありがたい、マジで分からんと見たから、あの知らないって恐ろしいっていうコメントがあったんですけど、まさに、うん、あのいろんな意味で自分でも思ってる、まあ、おっしゃる通りですね。おっしゃる通り、まあでも知らんから楽しめてんけどな。まあ初見は1回しかないから、そうやね、だから、みんながコメントで言うな、その羨ましいっていうコメントがたまにあるね。あ、なるほど。その記憶を全部消してもう1回最初から見て感動したいみたいなことやと思うんだけど、わかる、それはめっちゃわかる、ね、うん、じゃあ行きましょうか。行きましょう。まあ、全部ね、今日の時点でももう167件コメントいただいてて、うん、全部はピックアップできないんですけど、ちょっと気になるもの行きましょうか。行きましょう。はい、そう、私がすごく感動したコメントがあって、はいはい、なかなかないやろなと思ったのでちょっと取り上げさせていただきますが、長いんですがすごくいい話なので読みますね、はい、ご存知ならすいません、この時ベビーメタルがソニスフィアに出演するにあたって SNS 上では賛否両論ありました、うんうん、でその理由だと思うんですけど、書いてる通り読みますね、うん、こいつらが出演するなら見に行かない、こいつらが出たら、うん、丸々入りのペットボトルを投げ込んでやるとか、日本では想像つきませんが、当時のイギリスのラウド系フェスでは気に入らなかったら物が投げ込まれるのは当たり前で、ペットボトルや瓶やらが演者に向けて投げ込まれることが多々ありました。うんうんうん、これ見たことあるんですよ、投げ込まれてるの、うんうん、結構な動画やったわ、うんうんうん、もう女性の2人組がなんか歌ってて、うんうんうん、ちゃんと歌ってるんですよ、だけど気に食わなくて結構投げ込まれながら歌ってるっていうのを見てちょっとショッキングやったんですけど、日本って結構そういうのはないというかさ、うんうん、みんな結構お行儀よく聞くイメージですけど、ちょっとそれは私にとってはショッキングでしたね、はい、うん、ありました。でベビーメタルが出演したのお昼時で、気に入らなければ飯食いに行って人も集まらない可能性もありました。まあこれは日本でもあるあるよね、うんうんうん、てかあの私たちもまあ経験ありますけど、はいはいはい、そのいろんな人が出るイベントってなると長丁場になるから、どうしてもこうボリュームゾーン、ボリュームタイムみたいな以外はやっぱちょっとお客さん減るよねとかはまあありますよね、うん、可能性もありました。神バンドのメンバーが後に語っていましたが、リハの時間もほぼなく、音が出るかどうかのテストだけ、音もまともに作れないような状態でのほぼぶっつけ本番で、ここ感動したの私。
物がもし飛んできたら自分たちが体を張って3人の盾にならなくちゃいけないのかなと思っていたと。かっこいい。もう精神がロッカーっていうか、もうめっちゃかっこいいなと思って、だって言ったらフロントマンじゃないやんか、このギターとか弾く人たちは。でもそう思ったっていうのがもうかっこいい。メンバーやね。そうそう、メンバーやなと思って、その完全ドアウェイの状態から最後には One More Song We Want More の完成。ほぼ初見でベビーメタルを知らない、嫌悪感も持たれていた、言語も違うイギリスの観客をドアウェイの状態からその歌、その演奏、そのダンスで魅了しました。ゆえにソニスフィアな奇跡と呼ばれています。ありがとうございます。なるほど、わかりやすいと思って感動したし、わかりやすいし、すごい話やね。はい、いいねボタンも85いいね来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これは神バンドもかっこいいし、この状態で出るって決意した並々たらぬこのなんていうの、責任感を事務所にも感じるし、そして一番はそういう状況って分かってるはずやのに出るって決めたこの3人ね。なんかいろいろよ。なんか自分が感じたのは、なんか奇跡ってね、なんかいろんなことが同時に起きるから奇跡なんかなって思うんですよ。やっぱりね、いろんな奇跡があったと思うんで、この時にも1個じゃないから奇跡って呼ばれるっていうことね。いや、これはさすがにでもプロデューサーの方もちょっと読めなかったんちゃうかな、正直ね。チャレンジングやったんちゃう、これは外国やからね、読めへんやん、その価値観が違う国での結果っていうのは正直分からへんよね。日本やとさ、なんか結果動向の前に取り上げられ方とかは予想つかへん、正直。けど文化違うからさ、向こうの文化を分かった上でやるってのはすごいな、やっぱ日本国内とかだったら、なんか用意された環境で、さあやってくださいっていう、もうとか、なんか出来上がった分かってて出るとか多いかもしれないですね。そうそうやと思うんですけど、特に有名であればあるほど、海外はやっぱりね、誰から始まるもんな、やってみないと分からへんっていうのはあるやろうね。私らも、まあ、たまたまですけど、とあるタイのすっごく有名な、めちゃくちゃ有名なタイのアーティストさんがなんかとあるイベントで出てたんですけど、めちゃくちゃ有名なのよ。で、私ら知ってたから見に行ったんですけど、まあ誰みたいな状況にはやっぱもちろんなるや、日本は、はいはいはい、別にそれで何か飛んでくるとかはないけど、やっぱ外国でいくらその自分の国で有名でも外国でやるっていうのは命かけてると言いますか、いろんな意味で、あの評判がどうなるか分からへんっていうね。まあ、でもそれをやったから今があるからね。そうね、かっこいいですよね。はい、いや、これは良かったですね。そしてこれもちょっとあの私たちは全く分からず見たからこそのコメントでびっくりしたんですけど、いきますね。次、このライブを見るたびに今は亡き藤岡幹雄氏が楽しそうで泣いてしまいますっていうコメントがあって、あ、なるほど、ね、藤岡さんかってなってんな、それ分からんと見てたの、初め外国の方かなと思ってたんですよ。あのやっぱ顔をね映ってないから、分からへんくて、でもやけに楽しそうに弾いている人おるなと思うの、それは分かったね、思ったんですけど、はだから楽しそうに弾く人好きやねんな。そう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 、そうなの、そうやな、すごくだからそれが印象的でした。一番最初に楽しそうに弾いてる人で衝撃受けたのがバーヘイね、エディさんでしょ。エディさん、もうめっちゃ笑顔でかっこいいことするから、そうなの、好きなのね。ああいうのはやっぱね、いいよね。もうずっとエディさん、まあ、恥ずかしながら私は、まあ、年代もあるけど、でも年代っていうよりはジャンルやろうね。あのヒロさんと出会うまでエディさんが誰かって分からずに、分からないまま、なぜか高校生のバンドの時に何だっけ、あの歌、あ、バラード、ノットイナフ、ノットイナフ歌ってたっていう、ノットイナフ歌ってて、この曲いい曲やな、誰の曲やろうと思いながら、そのまま調べもせずに生きちゃって、なるほど。でその後ヒロ君と出会って、いやジャンプの人やでって言われて、あーってなってねえ、バーンヘーレン、僕もだからバーンヘーレンに出会って、うん、こうすごくショッキングやったから、変わったね、なんかもういろんな意味で、こんな人たちおるんや。そうやな、なんかメタルとかロックとか、まあそれに限らんかもしれんけど、バンドマンってちょっとかっこいいみたいなイメージあるやん、もちろんかっこいいんだけど、その中に笑顔っていうこの癒し要素っていうか、柔らかさっていうか、そうそう、ずるいよな、それがすごくかっこよく見えて、逆にね、うん、このかっこつけてない感じがね、いやわかるよ、かっこ
つけてなくてかっこいいが一番かっこいいって正直思うもん。うん、やっぱ楽しそうにやってるのがやっぱり、うん、大事いいなと思ってました、うん、ほんまに。しかも楽しむ余裕があるほどうまいっていうのがめっちゃかっこいい、ね、そう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 、そこがかっこいい、ね、楽しいってことはそんだけ練習してるってことやから、ステージをね楽しんでる感じが、うん、そんなに余裕があるのよってことだ ね、うん、いいよね。しかもよ、うん、バンドメンバー並みの、まあ、バンドメンバーやと思うけど、うん、もうもはや、うん、バンドメンバー並み の、 あの楽しみ方じゃない、うん、なんかこれは愚痴じゃないけど、あの事実としてあるなって思ってるのが、全部が全部じゃないんですけど、うん、なんか欧米のバックバンドの方見てると結構同じメンバーとかでツアー回ったりとか、大体もう固定メンバーが多いことが多いのかなって、うんね、なんかもうほぼバンドメンバーやみたいなバックバンドの方多いんですけど、うん、もちろん全員じゃないのは知ってますけど、なんか日本のを見てると結構スケジュールに合わせてメンバーありきっていうよりはスケジュールありきの、じゃあ誰を呼びましょうかっていう感じなのかなって思うような人がコロコロ変わることがあったりとか、うん、テレビやったらこの人、バンドツアーやったらこの人、イベントやったらこの人とかっていう、こうあるんかなって思ってて、そんな詳しくないんですけど、だからこうまあなんか仕事してはるなみたいな、バックバンドで仕事してはるなっていうのが職人さんやなっていう人が日本に多いイメージがあるんだけど、なるほど、なんかベビーメタの神バンドは職人さんももちろん職人さんなんですけど、普通に自分たちがミュージシャンとして楽しんでるように思って、うん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 、なんかそれがすごいねグッとくるよね。きますねやっぱ、うんうん、生きてる、演奏が生きてるっていうんですか、なんか僕もあれ見てね、なんかほんまにすごいライブやなって思いましたね、ほんまに正直ね、うんうんうん、感情が乗ってるというか、そう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 、挑みに行くというかあの生きてるのよギターとかが、うん、ほんまに生き物って感じで、うんうん、ほんまに上手い人は、うん、あの電波を通してもっていうか、その電流を通しても生き物感が出てるね、うんうんうん、それも思いますね。これもこのチャンネルをやってる上で大事なことなのかなと思うので読みますね、はい。開演30分前まではステージ前にファン30人くらいしかいなかった、うん、そうか、まあでも海外でファン30人いてくださるだけでもだいぶ心強いけどね、海外へっていうことを思えば、うん、まあね、そうしたら続々と人が集まってきて会場いっぱいの6万人そうやな、ね、動画ではもう満員って感じだったもんな、うんうんうん、6万人か。ステージ裏では客が入ってなくてもいつも通りで行こうねと話し合ったそうです、うんうんうん、ステージに出たら満員だったのでそれを見てスーはにやりとしたそうです。この大物感度胸、日本からの取材陣はドキッとしたそうです。まあでもこれはね、なんかあれなのかな、私ちょっとスーちゃんの気持ちわかんないけど、なんだろうな、いい意味で怖いもの知らずっていうのもあるけど、やっぱ若さも結構あると思ってて、うん、10代の時ほど度胸あるもんないと思うのよ、うん、10代の時の方が大きいステージいっぱい出てたんですけど、あんまりそんな怖くはなくて楽しいが勝つね、うん、あのアクティブな気持ちの方が、うん、で大人になればなるほどとか、こういろんなものを背負えば背負うほど、まあ、緊張感とか、うん、あの責任感が湧いてくるから、逆に若くてすごいこうなんていうのかな、アグレッシブにいける年齢なわけじゃないですか、うんうん、今でもそうだと思いますけど、それが成功の一つでもあったんかなってちょっと思います、うん、若さが、うん、うまくいった原因の一つも思えるぐらいの、うんうん、元から度胸ある方だと思いますけどね、うん、正直ね、はい。であとこのフェスは、気に入らないと、あこれさっきのやつと一緒ですね、はいはいはい、ペットボトルなどを投げつけられるフェスで、うん、どんなフェスやねん、うんはい、でそれを大歓声に変えた実力にファンたちはグッと来たのです、うんうんうん、それは来ますね確かに。でね、最後ら辺が結構私感慨深いなと思ってて、ベビメタをメインステージに抜擢したプロモーターは直前のワンマンライブがソールドアウトしてさらに大きい会場に変更になったのを見てギャンブルに出たそうです。あのね、だから、うんうん、メインステージのあれだよね、これ合ってるよね、メインステージの予定じゃなかったんで最初、あなるほど、なんかサイドステージとかってあるじゃないですか、うんうん、そっちやってんけど、いやもしかしたらって思って、うん、変えたってことやね、ギャンブルに出たってことは。もうなんかみんなすごいな、うん、プロってすごいな、いろんな奇跡がねすごいわ、あそうかそういうこと、うん、重なってるんですよ。なるほどなるほど、一人の思惑だけじゃないと、そう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 、なるほど、奇跡っていうのは一人で起こせへんから。あーいいこと言った、もう終わりちゃう、何まだやで、まだ言いますよ、このチャンネルではいいこと言ったら終わりやね、何いやいいそうや、その通りやと思う、いろんな人が関わってのやから難しいんですよ、うん、だから奇跡はなかなか起きないのね、そう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 、なるほど、いろんなプロが集まってやっと奇跡が起きるってことね、はい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 、
で最後言っていいですか。どうぞ。最後めっちゃ重要だと思ってて、まあベビーメタファンの方以外にもすごい伝えたいことがあるというか、うんうん、それに最後ね、それに欧米に打って出るには、まあ欧米で売れるにはってことですね、うん、オケでは一流として扱ってくれないので凄腕の神バンドを抜擢しています。なるほど、うん、これめっちゃやっぱそうやんなって今ちょっと思ってました。いやまあそうかなとは思ってたけど、そうやな、どうしても海外はね基本主義というか、うん、やっぱり実力主義というかね、なんかやっぱり腕前を見せてなんぼというか、そうやね、そう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 、そういう世界やんか、うん、無名であってもやっぱいいものを見せられるとさ、やっぱ感動もあるやろうし、うん、そこはねやっぱ海外ならではかなと思いますけど、うん、いやなんか日本人がそこに関してなピンときてない原因が一個あると思ってて、うん、ピンときてる人もいっぱいおるけど、うん、カラオケ文化ちゃうと思うんですよね。カラオケってすっごい楽しいし、私も10代の時はハマりまくって、どんだけフリータイムで中学生の時過ごしたかって感じだけど、まあ音楽がほら短いのにやん、安くで、まあね、低価格で大きな声も出せて大きな音楽も聴けて、それはいいと思うんですよ。なんかそこはすごいありがたいけど、あくまでもそれ趣味の域を超えなくって、音質がいいわけじゃないから、マイクもめちゃくちゃ音質はいいわけじゃなくて、どっちかって悪い方なので、あのカラオケのマイクってあの高級じゃない限り、だからどうなるかっていうとさ、ほら、まあ、欧米に私はそんな行ったことがないから分からへんけどさ、うんうん、オープンマイクとかさ、こうじゃあ急にはい歌いますとか、あと生演奏のバーとかいっぱいあるやん、うん、なんかそういうのがアジアでもあるとこあるやん、うん、タイとか見てても結構あるし、でもなんか日本ってじゃあ音楽聴きながらご飯食べましょうっていう機会ってすっごい高級にならへん、なんかビルボードとかさ、うん、でちゃそうじゃなくてもっとカジュアルに、なんかちょっと一杯飲みがてら見に行こうみたいな文化が少なくて、生演奏に触れる機会がすごいハードル高くて、ちょっとお金持ちの人の感じで、なんなら10代の子たちが自分のお金で行けるかっつったら、まあ、無理やんか。だからなんかそういう機会がないから、そのバンドと歌って踊るとかっていうことがこう噛み合うかどうかっていう、そのなんていうの、そこの議論にまでいかへんような気もしてて、もうこれは私の勝手な価値観ですけど、まあカラオケ文化でも正直あると思う、強いと思う。そうね、生演奏カラオケとかちょっと最近やっと出てきたけど、でもそのレベルで、うん、いやちゃうねんなと思って、もっとカジュアルに、そんな生演奏カラオケあるけど北新地とかそういうとこなんじゃん、ちょっと大人な場所にあるんじゃない、分からへんけど、もっと若い世代の方が今後ね、こう音楽がもっと身近で DTM とか流行ってて、ネットでたくさんカラオケの音源が拾えるとかもすごい素晴らしいことなんですけど、うん、それだとやっぱ一生のレベルやみんなと、うん、なんかこう抜きに出たい、それこそ欧米に出たいとかっていう方は生演奏に触れるっていう機会をやっぱ増やさなあかんかなと思いますね。そうね、あとまあ OK、うん、まあこれはもう個人的にあれですけど、うん、ジャンルにもよるかなと思いますね。もちろんもちろんもちろん、あのやっぱバンドサウンドはバンド生演奏にやっぱ勝てないと思うんで、無理やな、さすがに、うん、エイブルトン使ってるけど無理やな、うん、エイブルトンはめっちゃ音いいけどね、ダンスめちゃくちゃ音いいけど、の、ね、音楽とかやったらやっぱり合うけど、うん、ヒップホップとか、うん、でも、うん、バンドってなるとちょっと負けるよ ね、うん、ドラムの場合は出ないね、出ないね、なんか、うん、ドラムがやっぱ難しいかな、うんうん、特にポクするってのは無理があるから、うんうん、もう違う角度で攻めるはいけるけど、うん、ベビーメタのやってることって私の思ってたなんていうのやり方っていうか、うん、理想的なやり方なのよ。ジャンルは衝撃やったけど、うん、やり方としてはマジでこれっていう、なるほどね、うん、いやあの、うん、なんでそう思ったかって言ったら、なんかバックストリートボーイズの、うん、ドキュメンタリー見た時に、うん、彼らはボーイズグループっていう紹介のされ方してなくて、はい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 、ボーイズバンドっていう紹介のされ方で、なんでかなって深掘りして見てたら、うん、生演奏で歌って踊ってるね、そもそも、なるほど、うん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 、生演奏で踊る練習とかもしてるし、もちろんオケの時もあるとは思いますけど、だから歌のそのグループのキャッチとかもやっぱ上手いと思いますし、うん、なんかこうアイドル良さはきっとあるんでしょうけど、うん、私から見たら、じゃあそれ同じことを日本の方々がさ、バックストリートボーイズみたいにできるかって言われたら、やっぱ難易度は高いと思うし、うん、どれだけ努力したかっていうのをその密着動画でやってたんですけど、まあ、かなり遊ぶ時間もなく練習したって言ってたけど、10代の時
だからやっぱりその歌って踊ると生バンドのこのレベルの高さがベビーメタルほどの人っておるかなっていう。確かにね。そうやろ、うん、あのバンドだけうまいとか、うん、歌だけうまいダンスだけうまいは日本でもめちゃくちゃいると思うんですけど、うん、全部っていうのがそうそう一人だけ比喩でもやっぱりダメだと思うんですよ、うん、やっぱりね全員総合力っていうか、うん、やっぱね、まあ、見せ方とかもあるけど全員で一つのグループやと思うんでやっぱり、うんうん、なんか大人が本気出したなっていう感じがするっていうか、うん、大人が本気出してこうなったなみたいな。もちろん奇跡もあったかもしらんけど、うん、途中途中にはあの楽器とかの機材とかでもそうですよ、うん、あのいくらいいの揃えたとしても全体的に、うん、一箇所フィールド安いのを使ったりとかすると、うん、もうその音になっちゃうわけですよ、うん、音質がね。それがいい時もまああるけどね。そうそうそう、あの意図的にそれを使うんでいいんですよ、はいはいはい、でもね、うん、やっぱり、まあ、これでええかとかな、そう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 、うん、そういうことになるからやっぱり、うんうん、そうやな、難しいよね。うん、いやだからこのチャンネルはベビーメタだけじゃなくていろんなアーティストを応援させていただいてるチャンネルなんですけど、基本的には歌って踊る人、生で歌って踊る人を応援してるんですよ。なんでかってそういうこと、やっぱり生が好きやし、うん、生にこだわりたいし、最終的には楽曲も全部生で公演してほしいと思ってるから、うん、やっぱりそこかな。ベビーメタはすごいね、奇跡の一つとして、うん、神バンドもそれに入るかな、うん、やっぱり上手いだけじゃないし、なんかやっぱうん、なんかすごい上手いだけじゃない、もうメンバーな感じがやっぱするから、うんうん、人生かかってるって感じがすごいする。そう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 、うん、なんか他の仕事の片手間感はなくて、うん、もうめっちゃ頑張って やってらっしゃるプロの中でも、うん、なんていうのかな、プロ中のプロやなって。やっぱ運命の出会いかなと思いますけどね、うん、すごいよね、うん、そう出会いもすごいよね。じゃあやりますってなった経緯も、そうバンドの話でいくとさ、やっぱメンバーに出会うこと自体が奇跡と思うんですよ、うん、やっぱり。ほんまにね、そう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 、上手い人と出会ったらうまくいくかって、そうじゃないから、ね、そういうわけじゃないからね、やっぱ人柄は若干ってか結構あるよね、あるある、うまいけどマジで理屈ばっかやなとかさ、全然合わへんなっていう人いてるでしょ。だから例えやで、例えや、難しいんですよね。だからそんだけ人をね出会うっていうのは、うん、ほんまにね、まあ逆もあるよね、うん、あの理論的な方はあのこいつ感性ばっかりやなとかもあるやろうし、うん、その加減がやっぱ合わないと、もしくはもうちゃいすぎたら合うかもしらんけど、ちょっとねほんまに奇跡やと思いますよ。いやそれも奇跡ですよ、うんうん、ほんまに。これは感想というよりはちょっとピックアップしときたいんですけど、いきますよ、はい、バラードあるよ、おおあるよ、かっこいいな。スーメタルの20歳の生誕祭、広島凱旋ライブの No Rain No Rainbow、 これは公式のライブ映像です。凱旋ライブ、 いいね、凱旋やって見てみたいね、地元でライブするなんて、うんうん、なかなかメンタル的には緊張感あるよね。ヒロさんにはこの曲のギターサウンドはドンピシャだと思いますよ。あ、そうですか、楽しみ。これは私がヒロさんと見ようと思って置いてる、見たいなそれ、はい、結構感動的らしいからね。他の藤岡さんとか大村さんの音、うん、好きやねんな、好きですね、うん、ドンピシャやんほんまに、うん、別に何の曲だろうが好きなんじゃん、もしかしてその感じ。そうかもしれないですね、もう何しても好きっていうか、うんうん、次のコメントですけど、はい、男の人、はい、ヒロさんです。お男の人、ヒロさん、覚え、はいはい、覚えていただけたら嬉しいです、ヒロさん、メタル好きそうで楽器やってるならソニスの前の武道館ライブの悪夢のロンドっていう見方かなと暁を聴いてもらいたい。へー、いやメタル好きそうっていうかもうめっちゃ好き。あ、僕めっちゃ好きですよ。なメタルってな、うん、その王道なメタルと多分そのいやそれだけじゃないけど、まあいろんなメタルあるやん、あ、そう、ありますね、そういうメタルの議論はちょっと一旦置いといて、うん、まあでも一応メタルバンドって言われてる人とかやったら誰が好きとかある、どのバンドが好きとか。だから僕というかその子供の時にハロウィンとか聞いてたの、うん、ハロウィン、いわゆる、うん、スピードメタルっていうかな、はい、ダンルで言ったらパワーメタルなのかな、いろんな言い方あると思うんですけど、うん、スピードメタル、うん、ハロウィンとか、うん、あとはねアングラとか、はい、多分知ってる人いっぱいある、私あんま知らん、曲は聞いたことあるけど、あとプログレとかも聞きますよ、シンフォニー X とか、うんうんうん、僕20歳ぐらいの時にこれ言っていいんかな、お兄ちゃんにマイケル・ロメって言われたんですよ、あの理由は見た目だけで、理由はそれじゃありません、まあ、でも好きやねん、そうそう、シンフォニー X とかだから未だに聞くしよく、うんうん、クラシカルなのすごい、ああ、そうそうそう、はいはい、いっぱい聞きますよ、ほんまに、うん、だからあの見てほしいねんて。なるほど、そういう詳しい人ほど見てほしい楽曲なんじゃない、じゃあこの2つは、うん、分からへんけど、なるほどね。だからそれこそさ、うん、あのメタルって言うと日本とかやったらさ
なんていうの、一般的に言ったら X ジャパンとかさ、うん、あのそういう風あんま、あるあるある、あんまいないのよ。でもそのメタルやってた人が今まで、あ逆にね、最近はいっぱいいらっしゃるけど、うんうん、いなかったのね、うんうん、やっぱり一昔前は、うんうん、だからどうしても洋楽ねばっかり聞くことになっちゃうんですけど、最近はねやっぱすごい日本の方もねかっこいいバンドいっぱいいらっしゃるから、うん、これから聞きに行こうかなと思いますけど、うんうんうん、ちなみに私はパワーメタルが好きらしい。要はあれでしょ、パワーメタルのバラード、バラード、うんうんうん、いやなんかプリティメイズやって、プリティメイズ、あはい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 、最近一番プリティメイズがハマってる。もうかっこいいすぎる、まあ声がかっこいいっていうのもあるけど、プリティメイズも結構幅広いよね、なんかポップな曲もあるし、うん、まあポップ目を聴いてるとは思うけど、うん、それでもやっぱ楽曲メロディーセンスがすごいあるねんな。なるほどね、もちろん演奏もかっこいいし、もう全部かっこいいけど、エモい感じの、そうエモい感じのそうね、うん、エモさは多分今時なんかもしらんけど、うん、なんか好きかも、哀愁のある、はい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 、ちょっと若干今回あの同じとは言わへんけど、なんていうかな、好みとしてそういうとこが好みで聴いてんのかなっていうのもちょっとある。なるほど、うん、なんか綺麗な方で綺麗な歌声で繊細な切ない声出せる、でもパワーも出せる女性ボーカルのバックバンドが重めとかってかっこいい、ね、なかなかいないと思うから、あんまおらん、うん、あんまおらん、かっこいいわ。メタルサウンドって言ったらやっぱりね、なんかこうのぶとくて、うん、哀愁のある男の人じゃないとあかんって思ってた、ね、あかんっていうかそれがかっこいいと思ってたとこはあるかも、先入観で。そうだからその、うん、スーちゃん聞いて、うんうん、なんか自分の知ってるその固定概念だけじゃ全然あかんなっていうのは、うん、ほんまに最近思いますね、うんうん、詳しいだけじゃあかんな、そう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 、発想力もいるなとは思いました、うん、でもめちゃくちゃいい。もし自分があのこういうのができる機会があったんやったら、多分最初こそ抵抗あったやろうけど、うん、そのやり方自体は多分めちゃくちゃ楽しんでできたと思う、うん、そうですね、うん、若い、うん、なんか世代を超えた演奏できるやんか、ベテランの方とフレッシュな自分と新しいものを作れるワクワク感みたいなのは感じますね、うんうん、なるほどね、うん、でも最高のコメント言っていい？言って行きますよ、言って、あんたら最高だよ、ね、嬉しいですけどかっこええわ、あんたら最高だよ、言い方がかっこいいね、そう、そのままお返ししますよ、言い捨てるように言うっていう、うんうん、めっちゃかっこいい、ありがとうございます、ありがとうございます、あー面白い、次のコメントですけど、エド・シーランも、私エド・シーラン好きって多分好きって言ったかな、エド・シーランは好きなんですけど、うん、前の動画で言ったかな、なので言ってくださったと思うんですけど、エド・シーランも日本のアーティストで誰が好きですかとの質問にベビーメタルと答えてますし、一緒に写真撮ってます、うん、なるほどね、いやもうやっぱ好きってこうなんていうの、繋がんのかな、やっぱり、うん、ちょっとそう思ったわ。あとねこれ僕が思うんですけど、うん、自分が好きなアーティストって割とそのアーティストさんが好きな曲自分も好きだったりする、やっぱルーツで多分好きな部分もあるのかなって、うんうん、大元ね、そう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 、このアーティストも好きやけど、そのもっと本質的な、そう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 、昔から聴いてた曲が一緒、うん、よくあるねこれは、うん、よくある。だから私いつも生徒さんに言うねんけど、うん、まあ自分の好きなアーティスト聴くのもいいけど、そのアーティストが好きなアーティストの曲聴きやって言うんですけど、うん、そういうことですよね、その方がもっとより深まるしね、理解がね、うん、次のコメントですね。日本人のユニークさについて学ばせていただきました。彼女たちのデビュー間もない頃、海外進出前かな、うん、出だしイントロのルルルの日本人のリズムの取り方が僕は盆踊りのようで稲田臭くてか好きでなかったんです、うん、でも今では海外のファンも日本の作法に合わせてくれてるかのようです。海外ファンなら陽気に裏打ちでリズムに乗りたいでしょうけど、それは哀愁のわびさび和風のテイストなんでしょうかね。そんな気がしてきました。いいことをおっしゃってますね、うん、なるほどね、いいことっていうかいい着眼点だと思うんですけど、実は私和太鼓やってたって言ってんか、うん、なんか思いっきり日本のリズムの取り方で学ぶんですけど、もちろん和太鼓やから太鼓なので裏打ちもあるけどね、まあでもなんか独特やんか和太鼓のリズムって、あんま聞いたことない、一回聞いたことあるよね一緒に、ある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 よ、かっこよかったでしょ、かっこよかった、日本人って感じの、うん、かっこよかった、そうそう、でまあバンドやってたからドラムの音とかも聞いて、でそのうちバンドやり始めるとなんかやっぱ裏打ちってかっこいいやん、なんていうかな、うん、まあね、洋楽のルーツから来てるリズムってやっぱあのリズミカルでかっこいいやんか、うん、これはまだ後で言うわ、うん、だからそのうち、あ、まあなんていうかな、
いい意味でも悪い意味でもオーベナイズされたのよ、うん、途中から、うんうん、かっこいいこのなんか R&B のこのリズムかっこいいみたいな、うんうん、でもそればっかなっちゃっておっしゃることがすごいわかるの。だから例えば日本人のアーティストの方のライブ行ってこういうワンツースリーフォーワンツースリーフォーっていうね、うん、この表紙で曲に合ってへんのに、まあ、撮ることって結構あるのよ、はいはいはい、正直、うんうん、それが気持ち悪くて気持ち悪くて、うんうん、でもほらみんなはそれが普通と思って楽しんではるし、うんうんうん、日本人の魂のリズムではあるから、うん、曲に合ってなかろうが、まあ、否定するわけにもいかへんし、うん、いいやん別に楽しかったら、うん、っては思うの。でもまあ個人的には曲に合ってないリズムの取り方は気持ち悪いのね、やっぱり。なるほどね、うん、合ってへんやんってなっちゃうわけ、うん、和太鼓とかやったらいいけど、うん、でと思っててんけど、なんか最近やっぱでもそれって日本人の良さでもあるから、うん、ないねんもん外国でそのワンツースリー、これってなんか日本の農耕民族の文化から来てるって言われてる、あの餅つきのリズムでしょ。そうらしいよ、うん、ほんまに、うん、なんか外国にはあんまりないリズムっていうのはそういうことらしいんですけど、だからまあそれはそれで素晴らしいなって思うようになってから、うんうん、歌謡曲が好きになって。なるほど、うん、だからこのスーちゃんの良さも歌謡曲も入ってるから絶対あかっこいいなって思うし、それがユニークさなんじゃないかなって、海外の人から見たら、うん、なんかそれは真似できひんから、うん、売れる一つの要素でもあると思うから、すごいいいコメントやな。なるほど、うまくまとめましたね、うんうん、で何言いたいん。ね、うん、僕が言いたいのは、うん、要はなんていうの、日本の曲なんだから、はい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 、わざわざ裏で撮らなくてもいいでしょって話、はい、あの音楽的にそうやったら撮ったらいいけど、そうそうそう、そうじゃないならってことね。そう、ジャンルによると思うんですよ、うんうんうん、かぶってる部分あると思うんです けどね、やっぱ R&B とか外国の曲とかやったら、うん、やっぱそういう後のぎなんで基本、まあ、それ合わせるしかないわな、前で合わせなきゃおかしいでしょ、うんうんうん、どうしてもね、うんうん、だから分かるんですけど、うん、無理に日本の歌謡曲とかで裏で撮るって、うん、わざわざ撮らないとダメでしょ、撮れて、うんうん、そうそう、うん、でもやっぱ日本の曲は日本のやっぱリズムの取り方があると思うんで、うん、そこは無理しなくていいのかなって思いますね、うんうんうん、合ってればそれでいい、合ってればいいって感じ、うんうん、でどっちも言い悪いはなくて、言い悪いはなし、なし、うん、種類の問題、種類の問題、うんうん、ってことが言いたいですね。そうね、そう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 、あの何でも裏で裏でっていう、あれは嫌だね、人もいてるじゃないですかそれは嫌だ、何でも裏かよってね、言いたいことは分かるけど、かっこいいけどね、そうそうそう、でもちゃうねん、曲によるやん、それは曲による、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、でベビーメタの曲はいろいろ入ってるから、日本の良さもあるから、うん、ある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 、そこは自由なんじゃないかなと思いますね、意識して入れてる、うんうん、絶対にもうカルは絶対だと思う、わざと入れてる、やっぱ日本っぽさを出そうと思ったら、うん、やっぱそういう日本のね、そうこう文化、うん、いやだからかっこいいねん、うん、そう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 、分かってやってるから、そうそうそう、日本の良さを分かってるし、うん、それがアピールできるのも自分たちしかおらへんって分かってるからやってるわけでしょ、うん、あの日本人としてね、うんうん、あの固有名詞って意味じゃなくて、うん、日本人やからできるって分かってるから入れてるはずやから、うん、それが文化やんか、そうですね、うん、それをメタルに落とし込む難しさもあるけどチャレンジしてるわけですから、うん、かっこいいってなるよね、なりますね、なんか分かれば分かるほどっていうのかな、うん、音楽理論とかまあ、音楽をする上でのビジネスのしんどさとか知ってる人ほど多分感動するんちゃうかな。あ、これね、僕ほんま個人的な意見なんですけど、うん、メタルって日本の歌謡曲とか、うん、歌謡曲演歌かなと聞かれたら、うんうん、演歌の文化がなんていうのちょっとこうかすってる部分があると思うんですよ。そうなん、なんとなくそれは考えてなかった、哀愁とか、クラシックは考えてたけど、なんかそうなんや、どっちが先とか後とかの問題じゃなくてか相性がいいか、相性がいいとか、そうそう、なんか共通する部分あるんじゃないかなって思いますけど、確かに変じゃないもんね、うんうん、すごい合ってるもんね、あの演歌のメタルアレンジってたまに見かけるけど、できるじゃないですか、かっこいいよね、そうん、そうそう、だから共通する部分あるんじゃないかなって思いますけど、いやだからこれ前も動画で言ったっけ、魂じゃないかな、うん、言ってないかな、あ違う動画で言ったんかな、なんか、うん、今の話も思ってんけど、うん、演歌もすごい情念が乗ってるっていうか、うん、すごい念を感じるのよ、うん、演歌って、うん、あのその人の魂が乗ってないと上手くならへんっていうか、うん、それとロックミュージックも、まあ、曲にもポップ寄りのロックっていうよりはもう王道なロックとかかもしれんけど、うん、すごいなんか伝えたいことがあって歌ってんやろうなっていうのが感じる曲とか歌い手さんっていっぱいおるやん、ロックシンガーさんって、うんうん、であとゴスペルみたいにこうソウルシンガーさんとかも何か思いがあって
それを伝えるために手段として音楽があるっていう歌い方する人、はいはいはい、全員共通してるのがその、まあ、日本の民謡も含めて、うん、まあ、メタルも含めて魂をそもそも大事にして言葉にしてるかどうかとか音楽やってるかで見え方変わると思ってて、音楽を楽しむ、音を楽しむって書いてそのまま音を楽しんでやってるミュージシャンの方もいらっしゃれば、どっちかっていうとその中身、その心の心情を元に歌詞書いたりとか、世の中とかに対する何か言いたいことがあって曲を作る人もいるやんか、うん、いろんなパターンがあって別にいいと思うけど、私はその何か言いたいことあんねやろなっていう背景が見えたりする方が好きなのよ、うん、どうしてもその歌詞のね、うん、裏を読むっていうか、ね、うん、音楽もそう、なんか普通に言ったらこうやけどあえてそこ外すのは多分意図があってこういう意図なんかなとかこう考えるのが好きっていうか、答えは分からへんけど本人にしか、うん、もしかしたらそこに答えはあまりなかったりとか意味がなかったりする場合もあるけど、うん、でもまあそういうふうに考えれる楽しさって素敵やと思うし、そうですね、うん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 、それも考えようと思ったら知識つけな考えられへんし、分かってて外してるわけやからね、なんかなってこう考えることがかっこいい、うんうんうん、まあ大体そうなんですけど、うんうん、だからなんかそれなのかなと思ったけど今聞いてて演歌と合うの、うんうん、やっぱ魂じゃね結局、そうね、メタルとかロックとか演歌とか聞く人は結構心を大事にしろ気がするけどな、そのテクニックに目いきがちやけど演歌もめっちゃむずいやん歌うの、でも結局心ありきやからみんなかっこいいと思っちゃおうかな、そうですね、それはそう思いますね、まあ、最初は技術から入る人もいるかもしれんけどね、どっちにしてもどっちもレベル高いけど、そうね、そのメンタリティ持ったまま演奏も高いってなったらそれはレベル高いわなと思うけどね、ただ日常大丈夫かなって思う、そんな頑張っちゃって日常あれへんのかなとか心配にはなるけど、どうなるのね、まあそこはアーティストのこう差が、うん、なんかあるかもね、なんでアーティストやってんのってなった時に、うん、なんか伝えたいことがあるからっていう、うん、ことかなやっぱ、うんうん、それがないと逆にアーティストとしてなんていうの、うん、ねえ、いやだからもうはっきり言うと、うん、夫自分を表現するために音楽やってたんですけど私の場合は、うん、10代の時はもうただそれだけだけど、ヒロ君と出会ってロック聴く人やったからロックばっか聴いてたら、うん、あこれ音楽やる意味ちょっと違うっていう気がしてきて、うん、自分のためにやるんじゃなくて、まあ自分のためっていうか、まあでも自分のためにやってたわ多分今思えば、自分のためじゃなくて、うん、言いたいことがあるけどそれ言ったとこで誰も聞いてくれへんわけやんか、喋りいきなりさ道でさ喋りかけられても困るやろみんな、うん、だけど音楽やったら聞いてくれるかもしれへんし、音楽やったら私の言いたいことがやんわりと伝わるかもしれんっていう、うん、その気持ちが分かってきて、でもそういうミュージシャン多いんやろなと思って、意図がある、本当はこういうこと言いたいけど、まあ言ったとこでさ、うんうん、だからってなったりとか、うん、うーんのはあるかもしれないですね、うん、頭おかしいと思われたりとか、うん、やっぱ自分はその今の世の中のシステムには合ってないタイプやから、それをいきなり言うとはってなるから、うん、だからそうならんようにこうちょっとずつちょっとずつ伝えるっていうのは音楽のなんかあり方としては素晴らしいんじゃないかなと思うんですけど、だからそれとビジネスを掛け合わせてやってる人たちっていうのは尊敬するわ、やっぱそうですね、ベビーメタルもそうやけど、ね、うん、だってやっぱいろんな人にじゃあそれ伝えたいことがもしあるんやったら、うん、売れた方が早いっていうか、まあね、うん、聞く人が多い方が早いやんか、いろいろ思うけど、メタルやからかっこいいってだけじゃない部分も見えてきた最近は、うん、最初はやっぱメタルが結構来たけど最近はいろいろ感じます、なるほど、多分曲数ちょっと聞いてきてるからちゃうかな、なるほど、ヒロ君より、ヒロ君は今4曲解除してんの、4曲アンロックしてるからアンロック1曲最近教えてもらったの、モノクロームやったっけ、モノクロームみたい、早く一緒、モノクロームはもう曲知ってるんで、モノクロームあのおすすめな曲あるよって言われて、はい、モノクローム早みたいわですね、うん、こんな感じやね、はい、まあ、今回はちょっとヒロさんと一緒に、コメント欄読ませていただきましたけど、はい、いつもあのコメントはちょっとね返せてないですが見させていただいてるので、はい、全部、はい、本当に、ね、はい、本当にいつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、今後もコメントをあの全然遠慮なくくださると嬉しいです、あ、嬉しいです、はい、何、じゃあ今日はこんなもんにしましょうか、はい、はい、じゃあ次こそヒロさんと何かを見ますので、はい、え
はい、一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。真面目え。はい、ということで一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 See you soon。 See you soon。 便乗型なん